POB の車両をベルナー・オーバーラント鉄道は、インターラーケン・オスト駅からラウターブルンネンまでを結ぶ 23.6km の登山鉄道である。基幹は1000ミリメートル。路線の急勾配区間にのみ、立憲バッハ式のラックレールが敷かれており、最大勾配は120パーミルである。途中のツバイリュチーネン駅で2つの線路に分かれ、ほとんどの列車がこの駅で分割。 併合を行うので、自分の乗車する車両がどこに行くのかを、行き先表等により確認する必要がある。しかし、クライネ・シャイディク駅より先に行く場合なら、ラウターブルネン駅経由からでも、グリンデルバルト駅経由からでも、クライネ・シャイディク駅で同じぐらいの時刻に着く。また、クライネ・シャイディク駅より、先の駅までの往復乗車券は、どちらの路線経由でも有効なので、 行きと帰りの経路に変化をつけることも可能である。なお、対外的な案内としては、東鉄道に対して、ユングフラウ鉄道群の故障も使われる。ユンフラウバナンは、ベルナ・オーバーラント鉄道、ベンゲルンアルプ鉄道、ユングフラウ鉄道の三鉄道の総称として、用いられており、三鉄道で、乗車券のデザインも共通である。なお、共通乗車券デザインは、 ベルナオーバーラント鉄道の支線であるシーニゲプラって鉄道線にも適用される。ユーンフラウバナン内のみで完結する乗車券は1ヶ月間有効であるが、一駅でもスイス連邦鉄道の区間が入るとスイス国鉄のルールに従った有効期限となる。ありがとうございます。